そうしちゃうのってオーガナイザーの癖。まっすぐ行けねえから左っすね、これまっすぐ行けなくなった。全然知らないじゃん。知ってますよね。分かってないじゃん。そこの信号右行っちゃってまっすぐっすね。右行っちゃってって何？ちゃんと案内してよ。右行っちゃってください。右行っちゃってまっすぐってどういうこと？行っちゃっていいの？右っす。これなんか全然遠く行くとこ行ってない？いやいや、平成の森公園ですよ。平成の森公園ですよね。今何の時代だと思って？令和っすね。令和だろ。あれこっちだっけ？おーい！いや、冗談だろ。暗くてわかんねえ。冗談だろ。だってわかるって言ったんじゃん。いや、そこならわかりますよって自信持って言ったんだよね。暗いっすもん、だって。ほら、明るいよ、見て。左目が見えないんだっけ？左目が見えない。左目、左目が見えるんですよ。え、ちょっと待って、なんか鉄柵の先に12メートルなんとかって書いてあったんだけど大丈夫？あっちもあれだったらしいっす。結構やばかったらしいっす。いやいや、何がだよ。浸水したらしいっす。あ、浸水だらしいね。あ、やべえ。ねえ、ここはどこなの？ここはどこなんだ。お前ね、ギャグだろ、あの曲ギャグだろ、お前。信号左っちゃうじゃないですかね。うん、信号左っちゃう。おい、ちゃんとお前、酔っ払ってんのかよ。マジでマジで酔っ払ってんのか。酔っ払ってないですよ。これで酔っ払ったら大したもんですよ。やべ、これ酒かな。これ酒。いや、でもあそこに置いてあったんですよ。あ、ここ酒じゃないですよ。あ、よかった。危ねえ。この前さ、いや、扱い、これ左？左。いや、俺もそう思うんだよね。俺もそう思うよ、それは。左だと思う。うん、左です。あのさ、はい、お前は疲れたっつって、わーっつってさ、プシッってやって、グビッ。あれ？このショック、このなんか開始の、グビグビのグビのグビの、この米の何これ、バーって吐いて、うん、ビールだ、飲んじゃって、うん、一口。うん、3日間立ち上がれなかった。え？ショックで。飲んでしまったことのショックで。ちょっとね、どっから開いてんだよ。聞いてねえな。いや